審判団を先頭に選手たちもピッチに入っていきます。画面左がホームの八戸、右がアウェー北九州です。八戸のボールで今試合が始まりました。まずは長いボール、美濃田が右サイドに送っていきます。触ったのは北九州です。近いし、そこに平原がチェイスしていく。間に通れば、間中に入れてきた、合わせていった、入りました。宮本移籍後初ゴール。先制したのはヴァンラーレ八戸。もう一度ご覧いただきましょう。間がここはマイナスのボール、宮本左足合わせていった。非常に難しいボールだったんですが、ダイレクトで合わせて隅の隅に決めていきました。宮本拓也ストライカー、ようやくここでまず早い段階で追いつきたい。岡田のボール中央、こぼれている。平原からシュートに行く、入りました。本村、本村竹明、同点弾。返したいという話をしていた矢先、こぼれたところ、まずこれは平原がボールを、まあ、マイナスのボール、そして伊沢が狙った後、最後はこの5番の本村竹明が決めていきました。岡田が収めて、国分とのマッチアップ、抜けるか、シュートに行く、どうだ、こぼれている。寄せもいましたがうまく詰められません。中央使う、長野からの長いクロス、折り返してシュートに行く、まさかの、中央触ったのは八戸、寄せから岡田のシュート、キーパー折しパンチング、ここで試合終了です。八戸対北九州、両者一歩も譲らずのドロー決着です。